マイナス10キロ痩せた私が守っていることをお伝えしていきますね。この動画をご覧いただきますと、私がマイナス10キロ痩せた後、今こうしてリバウンドせずにいられるのかというその具体的な取り組み方がわかりますよ。なのでぜひ最後まで楽しくご覧くださいね。それでは早速本題に入ってまいりましょう。では今から3つのポイントに分けてお伝えしていきますね。1つ目、なぜ私がマイナス10キロ痩せた後こうしてリバウンドせずにいることができているのかということ。そして2つ目は、では実際に私がリバウンドしないために何を守っているのか。では3つ目、その守っている項目ですね、具体的にどのようなことを取り組んでいるのか、8つの項目で分けてお伝えしていきます。では1つ目です。なぜ私がこうしてリバウンドせずにいることができているのかということなんですけれども、ポイントが3つあります。1つ目、腸内環境。2つ目、タンパク質。3つ目、血糖値になります。でその理由は、今お伝えした3つがですね、もうどれが欠けてもやはりリバウンドしやすくなってしまうからなんですよね。逆に言えば、このポイントを抑えればリバウンドせずに済みますよということになります。で具体的に例えば1つ目の腸内環境です。腸内環境が整っていれば痩せ体質になれます。どういうことかと言いますと、腸内にいる痩せ菌と呼ばれるその善玉菌がいつも元気に居続けてくれることが、結果痩せ体質になることができる近道になるんですよね。で逆にデブ菌と呼ばれる悪玉菌がいっぱいいる腸内環境をお持ちの方は、いくら食事制限を頑張ったとしても、喫煙運動を頑張ったとしても、その太りやすい食べ物をですね、食べたくなってしまう。なぜかというと、その悪玉菌の餌になるからです。なのでもしあなたが食欲が止まらない、どうしても太りやすいものを欲しくなってしまう、食べてしまうということがあったとしたら、あなたがお悪いのではなくって、あなたの腸内にいる悪玉菌が悪いんですよ。なのでその悪玉菌をいかに抑えて、逆の痩せ菌の善玉菌を増やすことができるかということがポイントになってくるんですね。そして2つ目のタンパク質です。これもまたね、大事なんですよ。欠かすことができないですね。なぜかというと、タンパク質をしっかり食べないと食欲が収まらないからなんです。またすぐね、食べたくなってしまうんですよね。なのでお野菜ばっかりとか食べてダイエットしてる方というのは失敗します。なぜかというと、タンパク質がないからです。タンパク質が足りてないとすぐに食べたくなってしまって、結局我慢したことが無駄になっていくという、その負のスパイラルに入ってしまいますから、私はこのしっかりタンパク質も取ることを守っているんですよね。そして最後3つ目、血糖値です。これがまたですね、ダイエットのポイントなんですよね。本当にその血糖値がですね、その太るか太らないかっていう、そのすごくまあキーワードになってくるんですね。その理由は、血糖値がこう急上昇してしまう時に脂肪が一番溜まっていくんですよ。なので急上昇のこのカーブではなく、こう緩やかなカーブで食べれれば、その間脂肪を溜め込みにくくすることができるので、同じ食べるでも、もう全然違う脂肪のつき方がということになるんですね。なので例えば菓子パンとか、まあ、過去の私もそうなんですけれど もうとにかく菓子パンとか、もう朝からもうすぐ菓子パンみたいな生活だったんですよね。もうすごい時なんか朝からチーズケーキとかショートケーキとか、あのケーキ食べてましたね。なので空腹の時にですね、朝起き抜けでお腹が空っぽの時に、いきなりそのような血糖値がバーンと上がるようなものを食べてしまうと、もう一気に脂肪が溜め込む原因にもなりますし、そのまたすぐに、ね、お腹空いてしまうんですよね。一気に上げるので、まあ、だるーくなったり眠くなったり、朝からやる気が出ないっていう場合は、もうまさに過去の私みたいなお食事を取られていますと、そうなりますし、また太ってしまうわけなんですよね。なのでまとめますと、ポイントは腸内環境、タンパク質、血糖値なんです。ここをしっかり抑えることがとても大切になってくるんですよ。では2つ目の項目です。以上を踏まえて、じゃあ実際に私がですね、何を守っているんですか
結果リバウンドせずにいることができているんですかということなんですね。何をです。それは先ほど項目1でお伝えした通り、腸内環境を整える食事をしていること、タンパク質をしっかりとっていること、そしてもう朝からケーキなどはですね、食べずに血糖値をいかにコントロールしているかというこの3つのポイントに絞られてきます。では次に具体的にですね、私が守っていること8つの項目に分けてあなたにお伝えしてまいりますね。では1つ目の守っていることです。それは発酵食品を毎食摂るように心がけているということなんですね。もうこれは先ほどお伝えしましたように、腸内環境を整えるためには善玉菌が必要ですよ、イコール痩せ菌をね増やすことが大事なんですよとお伝えしましたが、そもそも痩せ菌が多く含まれている食べ物は何なんですかということですよね。それが発酵食品なんですよ。で、例えば発酵食品であれば味噌汁やぬか漬け、キムチや納豆、ヨーグルトなどになるんですけれども、私はですね、だいたい朝ごはんにもう必ずと言っていいほど味噌汁と納豆を食べています。そしてお昼にチャンスがあればヨーグルトなどを食べます。で、このヨーグルトも手作りです。私は植物性が好きなので、大豆ベースの豆乳で自分で作ったヨーグルトをですね食べることが多いんですよね。で、私の娘もね大好きです。もうこの豆乳ヨーグルトがすごく好きで、動物性の牛乳からのヨーグルトあんまりね喜ばないんですよね。やっぱりどっちが食べたいって聞くと、ママの手作りの豆乳ヨーグルトがいいっていうことでね、毎日にサオって言いながらね、もうせっせと急いそとね準備してあげるんですけれども、それぐらい家族みんな好きです。で、あと夜にはもう必ずと言っていいほどぬか漬けを食べますね。あとお味噌汁も取る時もありますし、ヨーグルトが夜になる時もあります。デザートという形で、特に娘は学校から帰ってきて夜に豆乳ヨーグルト食べたりしてるんですよね。なのでこのように必ずどこかの食事の中でですね、できれば毎食です、発酵食品取れてるかなとか、あとキムチも好きですね。キムチもよく食べるんですけれども、チェックしていただいて、朝昼夜のうちに発酵食品がどれか一つずつ入ってるかなっていうことをチェックしてみてくださいね。で、特に私はこう朝起きてですね、冷蔵庫を開けてこう納豆がこうたまたま切らしてた時なんかもうめちゃくちゃ朝からねブルーになりますね。あー納豆食べれないみたいな、もう泣いてますけれども、そんな時もないですか？ね、冷蔵庫にあると思ってた食材ない時って本当悲しいですよね。私もね時々あるんですよ。なのでそれぐらい発酵食品を摂るように心がけているんです。では項目2つ目です。それはタンパク質を摂ることなんですよね。もうこれもお伝えしている通りです。タンパク質があれば食欲を抑えることができる、また筋肉の元ですからやっぱり代謝も上がって燃えやすい体になることができるんですよね。なので私の場合はもう朝は必ず先ほどお伝えしたその納豆ですよね。もう納豆です。あとは卵だったりお肉お魚何でも摂ります。結構朝ねしっかり食べる方なので、もうしっかりとそこにタンパク質を取ったりですね。で、お昼は豆乳を上手に入れたりとかですねしますし、もうとにかくこうバリエーションを豊富にしますね。ばっかり食べというのは良くないですよね。やっぱり偏ってしまいますから、その善玉菌の種類を増やすのにも足りないんですよね。なのでタンパク質とはいえども、こういろんな種類をこう上手にバランスよく取るっていうのが大事ですね。夜はお肉だったりお魚だったり豆腐だったりも何でも食べます。もう何でも、だいたいこの手のひらの大きさが一食あたり取れるように心がけているんですね。なのでそのタンパク質を取ることがそのリバウンドにこうならないっていうですね大事なポイントになってまいりますので、私は必ずタンパク質を毎食取るように心がけているんですよ。では3つ目です。それは血糖値を上げる食べ物は食事の一番最後に取るですね。さあ何かと言いますと、もう炭水化物、イコール糖質ですね。お米だったりパンだったり麺だったり、そういったこう炭水化物のもう塊のようなものは食事の一番最後に取るようにしております。
先ほどもお伝えしましたけれども、まあ、過去の私はですね、起き抜け朝一番にいきなり血糖値を上げるような菓子パンだったりケーキだったりですね、ハニートーストとかそういったそのものをやっぱり食べていたんですよね。なのでそうではなくて、いろんな、まあ、順番もありますよね。汁物から始まってお野菜を食べて、タンパク質を食べて、最後に糖質、お米パン系だと思うんですけれども、私はその順番を守りつつ、とにかく、まあ、前後することもたまにはありますけれども、最後にその血糖値を上げるものを持ってくることで脂肪をこう溜め込まないように工夫してるんですよね。ただその一番最後に食べればいいのかというと、それだけではやっぱりね足りないんですよ。その食べてるものが大事なので、私は、まあ、以前はもうパンとかケーキとかね、そういったもの、麺類とかもそうですけれども食べてたんですが、今はそういった同じ糖質でも血糖値をこう緩やかに上昇させてくれるものってあるんですよね。例えば白米よりも玄米、私は今玄米です。そしてパンもその真っ白いパンよりもライ麦パンとかハイガパンとか、それから茶色いものです、玄米食パンとか、ああいった茶色い色のパン、まあ、米粉パンでもいいと思うんですけども、そういったものにちょっと置き換えるだけでも、その低GI値食品ですから、要はその血糖値が緩やかに上がる食べ物なので、そういった形で置き換えるという方法も丸なんですよ。では4つ目です。それは間食をしないなんですね。でここで勘違いしていただきたくないことがあります。それは間食をしないイコールおやつを食べないでは、ね、ないんですよ。私もねおやつ食べますよ。よくね、先生おやつなんか食べるんですかって言われるんですけども、食べます、大好きです。ただ昔のようにこう甘いね、白砂糖がたっぷりとか、そんなおやつは食べていないですね。おやつ、昔食べてたようなそのデブ菌が好むようなおやつの代わりに、私は無添加の素焼きのナッツ、ミックスナッツですとか、あと無添加のカマンベールとかですね、生乳と食塩だけでできてるようなチーズですとか、あとはそうですね、ドライフルーツも大好きですね。プルーンとかレーズンとか、ドライチジクとかも大好きなんですよね。もう止まらないぐらい大好きです。あとは手作りのさつまいもの、まあ、ふかし芋とかですね、そういったのも大好きですし、そういったものをですね、私は食べてます。ただどうやって食べてるかと言いますと、食事と食事の間には食べません。必ず食事のおかずの一部として食べてます。なので食べ過ぎ防止にもなりますし、そもそもその間食すると一番太るんですよね。なぜかというと、食べるたびにデブホルモンと言われるですね、インスリンがもうちょっとしたものでいいんです。ちょっと食べただけでそれ絶対出るんですよね。そのホルモンって必ず食べたら出るようになってます。まあ、出やすいものもありますよね。甘いものとかも一気に出ますけれども、お野菜を食べようが、ナッツを食べようが、お豆腐だろうがですよ、食べたら出るんですよ。ここ注意ですよね。なので食べるたびに出るわけですから、そのたびにそのホルモンが出てしまうと、あなたの体重設定がどんどん上がってってしまうという仕組みになるんですよね。恐ろしいですよね。食べ方一つでこんなに変わるわけです。なので食べてもいいです、食べるんですけれども、間食としてちょこちょこしょっちゅう口に入れないということです。もうそれだけやめるだけでもですね、本当に変わってきますから、ぜひ食べてもいい、ただちょこちょこ食べない、間食をしないということがポイントになってくるんですね。では5つ目です。私が守っているのは、夜炭水化物は単体で取らないということを心がけているんですね。なぜかと言いますと、もう夜はそもそも活動する時間帯ではないんですよね。そんな時に糖質の塊、例えば白米とかパンとか麺類とかを召し上がってしまうと全部身になります。もう本当にそのエネルギーとして変換されることがないんですよね。なので過去の私はですね、もう夜しっかりもう白米を食べたりとか、もうそれこそパンを食べたりとかパスタ食べたりとかしてたんですよ。もう全部身になりますよね。なのでもう今ですね、またプラス今から10キロ増えた自分には戻りたく
ないので、私はもう夜は炭水化物はお休みしてます。もうよっぽどお付き合いとかね、特別な日は別ですけれども、やはりその単体での糖質がたっぷり含まれている炭水化物は食べないです。でその代わり、先ほど項目 1,2 でお伝えしたようなしっかり腸内環境を整えるもの、またタンパク質、結構ねがっつりお肉とかも食べるんですよ。お肉って糖質そんなないんですよ。もちろん脂質、油はありますけれども、糖質ってそんなにお肉はね実はないんですよね。なのでしっかり夜お肉を食べるとか、お魚を食べるとかをしてます。その代わり糖質、ご飯とかパンとかパスタとかは食べないです。そうすることで好きなものを結構好きなだけ食べてるんですよね。そうしてもそんなに太らないです。なのでポイントは、夜の炭水化物の塊はお休みしていますよってことになります。では6つ目です。それは腹八分でよく噛むということですね。でこちらもね、ついつい美味しいとお腹いっぱい食べてしまうことになりますよね。ある、わかります。私も結構も食べてきて、もうそろそろいいかなって思うんですけど、例えば特にこう今私娘がですね、もうマナ娘、あの一人娘がいるんですけれども、小さい時はやっぱりこう食べ残しってあるじゃないですか。こう家族が残してしまうとかで、ちょっともったいないなと思って、やっぱりこうついついお腹いっぱいなのにもったいないと思って、こうついつい食べるとかですね、ないですか？ありますよね。でもそれをしてしまうと、もう確実にやっぱりね太ります。なのでその時私がじゃあどうしてるかというと、食べたくなるんですよ。ついついなんかもうこれぐらいだと食べちゃおうかな、もういっかなって思いたくなる、思います。でもその思った時にすぐにね食べないで違うことするんですよ。例えばちょっとお手洗いに行ってみるでもいいですし、私でしたら例えばスマホ片手にですね、ちょっとその場を離れ、皆様からのコメントを確認してちょっとお返事しようかなとかですね、ちょっとねその場を離れるんですよ。で違うことを一旦するんです。そうすると次に戻った時にね、あれもう食べなくていいかってね、不思議とこれね慣れるんですよ。慣れます。あ、もういいなって慣れますから、ぜひあなたももうプラスもう余計だなと思っても食べたいっていう衝動に駆られた時は、私と同じように一旦ですよ、違うことをしてみてください。そしてまたその場に戻った時には、あ、食べなくていいなって不思議となります。なりますから、ぜひあなたもこのテクニックですね、どんどん活用していただきたいなと思います。さあ、ここまで6つの項目あなたにお伝えしてまいりました。いかがですか？ここまで聞いて、まあ、あと2つあるんですけれども、いやー先生、それはね、わかるけど全部守れるかなってちょっと不安になったりしてませんか？大丈夫です。なぜかと言いますと、私だって守れない時があります。あるんですよね。もちろんそうで、誰だって完璧にねできないんですよね。私だってそうですよ。そんなね 100% 今お伝えしたことを日々守ってるかっていうと、正直に言いますと守れない時だってあります。例えばさっきみたいにね、納豆食べようと思ったら、あ、ストック切らしてるっていう時もありますし、あとはそのいただき物とかをもいただいた時にですね、お菓子とかやっぱりその感触でこのタイミングでいただきますっていう時もね、やっぱりありますよね。また例えばその玄米を最後に食べようって思っているんですけども、特にこう炊きたてとかですね、あの香り嗅いだ時にめちゃくちゃお腹が空いてたら、やっぱりちょっと一口先にね食べたりします。するんですよ。なのでしてしまうから大丈夫です。ただその約束を自分で守れなかった時、自分の約束を自分で守れなかった時に、私は自分と約束してることがあるんですよ。すごいですよね。約束を守れなかった時の約束があるんですよ私。それを最後2つあなたにお伝えしていきますね。1つ目はその守れなかった時にじゃあどうするか、まあ、要するにそのちょっと体重増えてきたなってなりかけたり、またあ、しまったちょっと食べ過ぎたやっぱりって
なるんですよね。例えばその何か考え事しながらポリポリナッツなんか食べてるとですね、私あやばいこんな食べてたっていう時がですねあるんです。あります。でそういった時にね放っておかないということです。あしまったと思ったらいかに素早く対処するかで全然その後のあなたのそのリバウンドする率が変わってきますから、まずポイントを2つ、残り7つ目ですねお伝えしていきますね。それはプチ断食です。私は食べ過ぎてしまったと思ったらもうさっとプチ断食するんです。でこれは何かと言いますと空腹時間を16時間意図的に作ってあげることなんですね。ただ日中は難しいですから私もあなたもですね睡眠時間を味方につけましょうねということです。睡眠時間プラスアルファ前後上手にくっつけてなんとかですね16時間空腹時間を作ってください。そうすると食べ過ぎたことがなかったことにすることができます。そしてだいたい目安は12時間以上経ってからようやく溜め込んでしまったという脂肪を燃焼することができるんですね。なので最低でも頑張って12時間以上は作ってみてください。なので私はしまった食べ過ぎたと思った日はその日のまずは夜ご飯を抜きます。もうそれだけでね OK なんですよ。もう1回だけします。なのでとにかくプチ断食おすすめですから、たった1回ですからねずっとするわけじゃありませんから、しまったと思った時はこちらプチ断食を取り組んでみてくださいね。そして最後究極の8項目目をあなたにお伝えしていきます。それは私はですね定期的にファスティングをしているんですね。でこのファスティングの動画はその大体私が7日間かけてしているその取り組み方を別動画でお伝えしてますから、ぜひご参考にしてみてください。で私はですねこのファスティングする目的はそのもうここまでその体重維持できるとこれ以上すごく痩せたいわけじゃないんですよね。逆にそのなぜしているかというと維持するためです。落とすためじゃなくてこの今のいい状態をこう維持するためにファスティングをしています。そうすることで体重ももちろんキープできますし、またとにかく体調がいいんですよね。もう私ほんと10年以上前の体調不良、もうまだ若い頃に比べても今の方が断然元気ですし若いなと思うんですよ。自分でも自画自賛ですけれど、でも本当にねあなたもそうなれるんですよ。そしてもう一つの最大の目的はデトックスです。体内に気づかないうちに溜め込んでしまった有害物質とか毒素とかですね、溜め込んでしまったそれで余計なものを一回やっぱり、ね、全部体から出したいと思うことが目的で、私はファスティングというのを数ヶ月に1回のペースで取り組んでいるんですね。詳しくは別動画ご覧ください。ではマイナス10キロ痩せた私が守っていることまとめです。1つ目発酵食品を摂ること、2つ目タンパク質を摂ること、3つ目血糖値を急上昇させるような食べ物は一番最後に食べること、4つ目間食はしないこと、5つ目夜の炭水化物はお休みすること、6つ目腹八分で抑えること、7つ目食べ過ぎたらプチ断食でリセットすること、8つ目定期的にファスティングをすることでした。さあいかがだったでしょうか。このチャンネルではこのようにさまざまな腸活法をあなたにお伝えしております。そのことであなたが元気いっぱいもう健康的で綺麗に痩せるを応援しております。そしてそういった方々をどんどん世の中に増やしていきたいなって思いで毎日発信しております。ぜひこちら詳細欄に LINE のリンクを貼っております。ご登録いただきますと毎日私からの動画レターがあなたに届きますので、ぜひご活用になってくださいね。それではこのチャンネル、この動画が役に立ったと思っていただけましたら、高評価ボタンとぜひチャンネル登録していただきまして、どんどんご参加ください。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。